タンパベイライトニングはアメリカ合衆国フロリダ州タンパを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1991年にタンパがフランチャイズ権を獲得した時チーム管理の専門家がいなかったため手始めにフロントに往年のスター選手を並べた。GM には1970年代ボストンブルーインズの名選手 フィル・エスポジトを起用し、兄弟のトニー・エスポジトと1970年代中場で、フィラデルフィア・フライヤーズの選手として、スタンレーカップの優勝2度また、コーチとしては1989年に、カルガリー・フレームスをカップ優勝に導いた経験を持つテリー・クリスプが、主任スカウトに就任した。1992年10月7日に、ライトニングの初試合が行われ、 ビジターのシカゴブラックホークスに7対3で勝利を収める。この試合では当時無名のクリス・コントスが4ゴールを挙げる。このキライトニングは1月ほどノリス地区の首位を争うが結局最下位に沈む。しかしながら1992年のチームポイント53は NHL 市場エクスパンションチームの初年度成績としては優秀な部類に入る。また、 ウライアン・ブラッドリーは42ゴールを挙げている。翌1993年はチーム力強化の一環としてゴーリーにダレン・プッパ、左ウィングに得点力のあるペトル・クリーマそしてベテランのデニ・サバールを補強。プッパの加入により失点こそ劇的に減少したもののサバールは選手としての森を過ぎ、またクリーマの得点力は 彼のディフェンスの弱点と相殺されて、ナイトニングは結局この年も再開に終わる。設立4期目の1996年は、チーム得点王のブラッドリー、加入2年目のアレクサンダー・セリバノフの31ゴール、ディフェンスで年度のオールスターに選抜されたロマン・ハムリク、ラの活躍により、チームは初のプレーオフに進出。この試合でチームはフライヤーズに第1ラウンドで敗退した。 ライトニングは、そのオフに、デトロイト・レッド・ウィングスからテントリアの D のシサレリを獲得、期待に違わず35ゴールを挙げる。こうしてライトニングは、プレイオフ再出場に向かって発進するが、プッパとブラッドリーを相次いで、怪我でかき、またセンターのジョン・カレンにガンが発見される。カレンは助かったものの、1997年チームは、プレイオフ進出を追わせなかった。 1998年には前日のライトニングの有力選手たちはフリーエージェント兼講師やトレードによりチームを去り残された若手たちが使い物になるには時を要した。こうして数年間は低迷が続いた。スカウトのクリスプは1997から1998シーズン11試合目に解雇され変わってジャック・デメールが就任した。また、 プッパは背中を痛めており、出場機会がほとんどなかった。このシーズンは82試合で55杯を期し、さらによく期、よくよく期ともに57杯と振るわなかった。この不審の主因はオーナーシップにあった。元々のオーナーは日本企業の共同企業体にあった。チームがエクスパンション料金の債務不履行を起こしたとき、共同事業体のメンバー、国際グリーンが チームの支配権を握った。チームの設立に決めくらいから、ライトニングの財政難や、日本の暴力団の資金洗浄に使用されているとの、噂が取り沙汰された。初のプレイオフ進出後も、チームは、慢性赤字に悩み、オーナーは、チーム売却を望んだ。しかしながらクリスプラフランチャイズの内部関係者ですら、オーナーが誰であるかも知らず。 またある有力共同経営者は存在すらしないとも伝えられた。そしてチームは6年間で1億ドル以上の損失を計上した後、結局1998年に保険業を営むアート・ウィリアムズに売却された。1999年の春ウィリアムズはチームを見限り NBA のデトロイト・ピストンズのオーナー、ビル・デビッドソンに売却した。2003年に ライトニングはゴーリーのニコライ・ハビブリニア、マルタン・サン・ルイ、バン・サン・ルキャバリエ、バーツ・ラフ・プロ・シュパルラの活躍により、南東地区首に踊り出て7年ぶりにプレーオフに進出した。2連敗からも理解して、ワシントン・キャピタルズを第6試合で撃破した。この試合で、マルタン・サン・ルイは勝利を決定づける3度の延長戦得点を達成した。第2ラウンドは、 対戦相手のニュージャージーデビルスの前にチームは持ち味を発揮することができず第5試合で敗退した。このシリーズでニコライ・ハビブリンはガー3.0の記録を残した。2004年度は東カンファレンスをトップの成績で通過するとともにチーム記録のシーズン106ポイントを樹立した。この年マルタン・サン・イがハート記念賞に選ばれた。第1シードで臨んだ。 プレーオフ1回戦では、東カンファレンスの大物食いで知られ、チームも過去に何度か痛い目にあったニューヨークアイランダーズを破った。このラウンドでは、ゴーリーのニコライ・ハビブリンの堅実なプレーもあって4勝1敗と危なげなかった。続く第2ラウンドは NHL 史上最も華々しい歴史を有するモントリオール・カナディアンズとの対戦。しかし、ルキャバリエ。 ハビブリン・リョウ選手の活躍により、カナディアンズに4連勝した。東カンファレンス決勝では、フィラデルフィア・フライヤーズを4勝3敗で破り、ライトニングは、初のスタンレーカップ決勝進出を果たした。そして、2004年6月7日ライトニングは、カルガリー・フレームスを4勝3敗で破り、創立以来初のスタンレーカップ優勝を果たした。このシリーズで26ポイントを獲得した。 ブラッド・リチャーズはプレーオフ MVP であるコーンスマイス賞を受賞している。しかし2005年にカビビューリンが抜けると控えだったジョン・グラームと新加入のショーン・バークがゴールを守るようになる。しかし彼らはカビビューリンほどの活躍はできずチームは過労じてプレーオフに進出した程度の結果しか残せなかった。これに追い打ちをかけたのがバークとグラームの遺跡で 2006から07シーズンはオフにコロンバスブルージャケッツから獲得したマーク・デニーとヨハン・ホルム・クーイストでしのいだ。結局2004年から2005年の NHL ロックアウトの後はカンファレンス8位、7位と低迷。プレーオフではいずれも1回戦で負けている。2007から08シーズンは大不振に終わり、トレードデッドライン間際に功労者、リチャーズを放出した。この オフのドラフトでは全体1位指名でスティーブン・ステムコスを獲得。彼を中心としたチーム作りへとシフトしていく。2008から09シーズンこそステムコスは23ゴールに終わった。3月13日にデビッドソンオーナーが86歳で亡くなった。翌2009から10シーズンにはステムコスが50ゴールを挙げてブレイクした。 GM がスティーブ・アイザーマンに変わった2010から11シーズンには的を置いた補強で4年ぶりのプレーオフ進出。シドニー・クロスビーやエブゲニ・マルキンを書くピッツバーグ・ペンギンズを4勝3敗で破った。これらの結果を残したアイザーマンは最優秀 GM 賞のファイナリストとなった。2014から15シーズンは第3シードで進出、東カンファレンス決勝で 昨シーズンのカンファレンス王者及び第1シードのニューヨークレンジャーズを4勝3敗で破り11期ぶりの東カンファレンス優勝を果たすスタンデーカップではシカゴブラックホークスに2勝4敗で敗れた2018から19シーズンはレギュラーシーズンで62勝128ポイントという圧倒的な強さを誇りコロンバスブルージャケッツとのプレイオフ第1ラウンドに臨む 第一戦は、第一ピリオドで3から0とリードするが、そこから立て続けに4点を奪われ逆転負けを、喫すると、レギュラーシーズンの圧倒的強さが、嘘のように勝てなくなり、悪い流れを変えられないままスイープを喫し敗退した。ありがとうございます。